皆さん、おはようございます。先日ようやく折りたたみ式のテーブルが完成して、今日はなんと注文して2ヶ月やっと届きました。2段ベッドです。受注生産ということで2週間くらいで本来来る予定だったんですけど、待ってみて2ヶ月結局この小屋作業が全然間に合ってなかったんで、このタイミングで良かったですが、今日はこのね2段ベッドを組み立てていきたいと思います。さて、どれから開けたらいいんだろうな。下段ベッドフット、上段ベッドフット、スノーコ、これは何だ、はしご、これが足とかかな。お、重たい。行きましょう。これ梱包解いててふと思ったんだけど、これ絶対受注生産じゃなくて発送するの忘れただけでしょっていうぐらい最近貼ったとは思えないこのテープの感じ再三、新さんは業者に連絡をしていたそうですが、ね、2週間1ヶ月とどんどん返事が返ってこなかったと言っておりましたが、あまりにも発送が遅くて、もしかしたらバックルられたかもなんて思っていましたが、商品自体は届いたんで、まあ良しとしましょう。ざっと見ほどきが完了したけど、説明書みたいなの入ってなかったけど、どういうこと？あ、これか。このはしごが入ってるこの箱に金具組み立て説明書在中。じゃあこれを開けましょう。そしてこの段ボールの量、明日が資源ゴミでよかった。組み立て式の家具っていうのはね、簡単な説明しかない。まあそれでもできちゃうんでしょうけど、まずはビスのチェック、説明書を見ながら、まずはどこに何が来るかを置いていけばいいか。説明書通りにまずは必要な部品を、違う、8本ですが、8本ずつ、火を押し付けておいて、軽止めで、さすがにこの組み立ては一人じゃできないね、この前のエアコンの外外機と違ってパーツがいろいろありすぎて、いや、なかなか大変な作業だなと。軽止めできすぎたね。だんだんこの組み立ての要領を掴んできた。この説明書に書いてあった軽止めもね、自分たちが思ってる以上の軽止めをしないとネジ穴にそもそもネジが入らないというなかなかなビス止めですよ。これだけゆるゆるな状態の軽止めからちょっとずつネジを入れていく。まさかの入ってるビスで届かない問題発生。これ入れて、これ噛ませなくても足りない。
って手離してみて、これで入れてみて、これで入る。かませなければ入る。で、これで入れてみて。これもかませないでいいんですか。かませなければ入る。これでいく？あ、OK。どうで、かましなしっていうことになりました。行き当たりばっちり。いや、これは中の部品が問題でしょ。これで下段は完了？スノコ入れるだけ？そうだね。でもスノコはまだ後でいいね。で今度こっちが狭くなるからこっち側からつける。はい、なのでそれで入れて、ここに今のビスを押し付けて止めちゃう。打ったらいいね。ゆっくりやった。ちょっと壁止め、はい、止めてるよ。止めてる。2段目はさっきと同じ要領だね。まずはそれぞれの金具とビスを、1、2、3、4、5、6、7、8、再び仮止め、さらに仮止め、丸止めじゃないと入らないね、これね。ドリルで。閉めたっていい？ちょっと待って。閉めちゃっていいの？いいよ。これどっけ？あ、そうかそうか。あ、いいよ。着々と組み立てが進んでおります。OK。 はい。うわ、重た。これぐらい？やっぱ結構幅あるね。かなりギリギリな感じで、これいいのかな？これでいい感じ。このスノコがずれないように、ねえ、ずれないようにさ、うん、ちょっと打った方がいいかもしれない。だから、天板に乗ってるからこっち側に行っちゃう。最後微妙にこのスノコが動くので、じゃじゃん。では。はしごをつけて完成です。うん、できました。二段ベッド、ね、そうだね、電気のセッティングですね。ひとまずベッド完了です。